フィンカンティエリは、イタリアトリエステに本社を置く総合造船グループ、企業、経済財務省の下でフィンテクナの監督を受ける。フィンカンティエリは1937年に産業復興公社の参加として誕生する。フィンマーレを介して、イタリアにおける造船業界のための国家による財政支援を実施する。対象としては、リバトリゴソ造船所。 アドリア海リューニティ造船、オと、アンサルドに投資がなされた。1959年12月29日に国家金融持ち株会社として再編成される。1984年6月にリューニティ造船など数社を吸収合併してイりから独立する。船舶用エンジンを納入していたグランディも通り、トリエステを所有していたが、1999年に バルチラに売却し、バルチライタリアとなった。現在では、フィンカンティエリはヨーロッパ及び地中海地域における最大規模の造船グループとなる。フィンカンティエリは造船所を8カ所と研究センターを1カ所、機械部品生産拠点を2カ所有し、9400人の社員及び関連企業を含めれば約2万人の規模となっている。 ドイツ・ブレーマー・ハーフェンにロイド・ベルフトの造船施設を所有している。2009年1月1日に LCS-1 フリーダムを建造したマリネット・マリーンを含むマニトワック・マリン・グループの買収を完了した。また、MMG が保有していたウィスコンシン州とオハイオ州の生産拠点で政府機関向けの小型船舶の供給を可能とする。主な顧客としては、 アメリカ合衆国海軍及びアメリカ沿岸警備隊などがある。ジェノバセストリポネンテアンコーナ建造中のカーニバルドリーム。ありがとうございます。